北海道大学水産学部の卒業生に在学時の思い出や現在のお仕事についてお話を伺いました。どうぞご覧ください。皆さんこんにちは。2011年に、海洋生物資源科学科、資源生態学、資源生態学講座を卒業しました倉澤幸太と申します。まず私が、大学時代に行っていた研究について簡単にご紹介します。私は、オオミズナギドリという外洋性の緑の生態を研究していました。2つのテーマで、やっておりまして、1つ目が、海上での分布を、オショロマルやウシオマルといった実習船や研究機関の調査船に乗って、目視調査を行って調べていました。もう一つが、胃内容物を、から食性を調べる研究を行っておりました。これは、新潟県の粟島という離島で、の繁殖地でオオミズナギドリを捕獲して胃内容物を採取しました。でこの胃内容物の油の成分を分析して、どんな魚を食べているか、そういったことの分析を行っていました。次は趣味やサークルについてですが、もともとバードウォッチングがすごい好きだったので、生き物がすごい好きでした。ですので、休みの日には北海道中を回って、いろんなフィールドに出かけて、生き物探しにをしていました。また、函館キャンパスに移行した際に、有志を集めて北方圏生物研究会というサークルを立ち上げました。でこの活動の一環として函館と大間を結ぶ、フェリーを使った、海鳥のセンサスを、ずっと続けていました。この活動はその後も後輩たちに受け継がれまして、調査がずっと続いていまして、昨年、ようやく、この結果をまとめて論文を、出すことができました。就職のきっかけですが、もともと自然が好きで、将来は漠然と自然を守るような活動、仕事に就きたいなと思っていました。で、学生の時に、研究や趣味の活動でいろんな、ことに触れている中で、自然を守るにはやっぱり、より多くの人に自然のことや、生き物のことを知ってもらうことが重要かなと考えるようになりました。そんな中で、より、多くの人にリーチできる民間企業への就職というのを考えたところで就職活動してまして、縁がありまして今こちらのモンベルという会社に入社することになりました。私が勤めていますモンベルは、アウトドアウェアやギアの企画製造販売の枠にとどまらず、イベント業や、保険業、出版事業など幅広く、行うアウトドア総合企業です。近年ではアウトドア用品にとどまらず第一次産業を用のウェアやギアの開発も行っておりまして、漁業用のレインウェアというものも、製造販売しております。私が所属している広報部は、一般的な広報業務であります、カタログやチラシの、制作、それからウェブサイトの運営管理、メディア対応、CSR 事業といった、業務を担当しております。その中で私が担当しているのが、近年、注目されています地方創生に絡んで、地域と連携した事業というものを担当しております。地方自治体の観光促進や交流人口の拡大といった課題に対して、キャンプや登山、サイクリングといったアウトドアの、効果が注目されています。そんな中で、自治体からの要請を受けて、実際に現地に出向いてどんな資源があるか、どんな遊び方があるかといったことを調査したり、それを報告としてまとめて提案するような業務をしております。さらにその提案に基づいて一緒にイベントを企画運営したりですとか、道の駅やキャンプ場といった拠点となる施設の整備をお手伝いしたり、そういった業務を担当しております。実際に地元に行ってイベントを開催して、お客様がそこでアウトドアを楽しんで笑顔になっている姿を見るというのが、この仕事の大きなやりがいの一つとなっています。今後、頑張っていきたい事業の一つが、フィールドサイエンスと、アウトドアの、コラボレーションです。フィールドサイエンスが持つ、ノウハウですとか、知見、こういったものをアウトドアの中に組み込んだ、コンテンツを作っていくことができれば、普段アウトドアを楽しんでいる皆さんがより深く自然や生き物について、知るきっかけを提供できるのではないかと、考えておりまして、こういった事業を一つずつ形にしていくことっていうのがこの、仕事の大きな、やりがいになっています。
最後に後輩へのメッセージです。卒論や修論を進めていく中で培われる、論理的な思考能力、事実を正確に記載する力、あるいはプレゼン能力、また私の場合、フィールドワークが中心でしたので、そのフィールドワークで培われる、現場判断力、行動力、体力、まあ、あるいは、チームワーク、こういった力というのは、研究職ではない民間企業でも非常に役に立っていると今実感しています。また学生時代に培った経験や人脈、こういったものも非常に力になっています。皆さんもいろんな活動をされていると思いますが、もちろん勉強や研究が一番だとは思いますが、それ以外でも趣味やあるいはアルバイトであったり就職活動であったり、こういったことにですね、全力で取り組んでいただければいいのかなと思います。